六大学でおなじみの加藤捕手、杉下投手など新人の活躍、中日のエースが生んだ世紀の魔球、それが杉下茂のフォークボールだ。行き先はボールに聞いてくれ。それほどボールは不規則に変化した。アメリカでその威力を発見した杉下は、鉛の球を作って挟みつける力を鍛えた。回転しないボールだから、飛んでいくボールの後ろが真空状態になる。指のかかり具合によって杉下の魔球は左右にぶれたり、上下に揺れたり、そして落ちた。そしてこの人、フォークボールを作ったのが杉下投手です。巨人軍3連覇の後を受けた昭和29年、中日がペナントを取った原動力になった人です。打者の体の近くに来てストーンと落ちるフォークボールですね。誰にも打たれない究極の魔球、フォーク。それを日本で最初に投げた男、杉下茂。彼もまた、自分のフォークボールは打たれた記憶がないという。同じこの回ボールでもですね、回転しない。制したのは昭和28年、ナイターはプロ野球人気に拍車を。昭和29年、当時を代表するメンバーはご存知、元祖フォークボールの杉下茂。されたライオンズ最終回の反撃はすでに2アウト。杉下第3球、三塁ゴロ、児玉取った、取って一塁投球、いい球、アウト。試合終了。杉下よく密接を抑えてキャッチアウト。